い、皆さんこんにちは、ヒロンガです。最近思うんですよね、ニジプリニが足りない季節がやってまいりました。というわけで、普段はねそんなやらないんですけれど、今回はですね結構いいキャラが手に入ったりとかですね、フェス園のキャラも揃ってきた。そしてですね、今のでガチャがですねどんな感じかなっていうところも含めてですね、ニジプリニどこまで使うのおすすめランキング、はい、ってなわけなんですけどね、まあね、2021年2月バージョンということでですね、今出ているディスガイア6シリーズのキャラクターと、まあ、フェスゲンで持ってるキャラ5体のですね、ニジプリニをどこまで使えばっていう紹介をしていきたいと思います。はい、ではですね、まずディスガイア6の主人公 Z さんなんですけれども、アビリティの方見ていきましょう。ニジプリを使う必要なんですけれど、正直ですね、これはですね、ないです。あのですね、まあ、ゾンビリバイバルのですね、戦闘中一度だけですね、復活するっていう能力がですね、まあ、結構ね、新しかったので、まあ、魅力的なんですけれど、正直ですね、自分のアタック、ディフェンス 20% とかですね、まあ、パーティーのとかですね、こちらの方はそこまでね、ニジプリを使い込んでまでやる必要はないと思います。まあ、これを使うとしたらですね、僕はね、最強〇〇コンテストでは使えるかななんて思ったんですけれど、まあ、まずねこの Z をですねメインで使うことがほとんどないと思いますので、正直言って今のところこの優先度は低いです。そして使うとしてもですね、あのアデルの特訓でですね、突1はできると思いますんで大丈夫だと思います。はい、というわけで、まあ、ニジプリ必要度はですね、100ポイント中、僕はですね、もう10ポイントか20ポイントぐらいかなってことで、まあ、突1だけしてくださいっていう感じです。はい、そして学園長マジョレーヌさんです。こちらのマビリティを見ていくとですね、結構ですね、まあ、SP プラス10があってもいいかなと思うんですけど、これはまあアデルの猛特区で突位置できるでしょう。そして自分の必殺技が与えるダメージ 45% というのはすごく強いんですけれど、正直ですねマジョレーヌさんの能力を見ていくとですね、マジョレーヌさんはね自分で攻撃するっていうよりはですね、まあ、完全にですねパーティー補助役っていうメインのね技が多いなと思います。まあ、トツさんの固有技の取得もですね、一応ね、S 単体でですね、SP 消費のね、威力アップとか覚えるんですけれど、マジョレーヌさんの魅力って言ったらね、このですね、プリティスブレンダー、ごめんなさい、言えない。で、HP 以外の基礎パラメータ 20% アップって、この技がやっぱめちゃくちゃ強いんですよね、どう考えても。まあ、メガマジックアップも覚えますし、こちらで全体の HP 以外の基礎パラメータ 20% がね、めちゃくちゃ魅力なので、もうその2つさえ使ってりゃいいじゃんっていうキャラクターなので、まあ、ニジプリ必要度は41で十分です。まあ、もし使いたいんだったら一応7までしてもいいですって感じです。でも必要ないと思う、やっぱり。続きまして、ラララメロディアさんでございます。というわけで、ね、マビリティの方を見ていくとですね、クリティカルダメージが 25% っていうところがね、まあ、槍に限定されているけれど、重ねれば強いなって思ったんですけど、微妙だなって思ったんですけど、なんですけれど、ですね、今度ですね、錬金術が来るじゃないですか。その錬金術でクリティカルの確率とか、クリティカルダメージのなんか補修とかですね、装備品につくので、それを踏まえたら、ちょっと、期待しちゃいますね。Z とかよりも全然期待しちゃいますが、正直ですね、突1でクリティカルダメージ 25% ついちゃうし、まあ、この2つですよね、これが自分で攻撃するかっていうところなのか、それともね、フローラルシャワーって言ってて、HP 全開とね、デフ 20% とかですね、結構ね、そっちの方の能力にも長けてるので、まあ、無理やりメロディアさんをね、アタッカーにしてっていうね、この突7までする必要があるのかってところですよね。はい、というわけで、まあ、やりクリティカルダメージパーティーを作りたいんであれば、まあ、ちょっと突7してもいいのかなと思うんですけど、まあ、突7必要ポイントは僕の中ではですね、やっぱ、50ぐらいかなって感じでございます。まあ、フローラルシャワー使いましょうって感じですね。はい、そしてイバールさんです。ディスガイア6をね、やってない方はですね、このキャラなんだよと思うかもしれないですけどね、今6プレイした方はね、みんなさん口を揃えて言うと思います。このキャラ最高でございます。個人的には、ね、イバール6体デッキでですね、クリティカル率がですね、36% 増えたらめちゃくちゃ面白いなーなんて思ったんですけれどですね、まあ、おのキャラクターのクリティカルだけが上がってもですね、っていうところとですね、まあ、正直でね、このデフの 12% オフとかですね、オフってなんだ、デバフとかですね、アタック最大 HP が多ければ多いほどっていうところではですね、正直言って微妙でございます。使う必要多分ございません。まあ、イバールさんをメインで使いたい方はですね、まあ、もしかするとね、突3までしてですね、まあ、ニジプリを2個使って、まあ、ボイドアウトを使うっていうのもいいんですけれど、正直でそこまでのキャラじゃないかなと個人的には思っています。めっちゃ好きですけどね。はい、というわけで、ニジプリ必要度は、もしメインで使いたいんだったら3までですけれど、ほとんどおすすめしませんということで、20ポイントぐらいです。はい、それでは後半戦、フェスゲンでいきましょう。というわけで、風化ゼノからいってみたいと思います。一応、なんとなく、まあ、ランキングじゃないですけどね、まあ、一応5位かな。
ていう感じになっております。というわけでですね、まあですね、マビリティなんですけど、まず突1でですね、この自分がね単体攻撃できる与えるダメージが 60% ということで、こちらはですね、まあ猛特区で手に入るということを踏まえるとですね、必ず最低でもですね突3をしていただくのがいいと思います。正直ですね、レイドにね向いてる、めちゃくちゃねあの長期戦に向いたアタッカーなのでですね、突7していただいて全然 OK です。突7で十分使いますね。突7していただいていいと思いますが、もしですね全然足りないです、虹がいませんっていう方、とりあえずですね突3までしてみてはいかがでしょうか。突3をすることによって S 単体をちゃんと覚えます。そして単体ダメージが 60% になります。これだけでレイドのアタッカーとしては十分と言えるでしょう。まあ、そこで、まあ、一応ねバフがね毎ターンね7ターンで 7% 増えていくっていうのも使えるので、まあね、狙えるんだったらもちろん突7してください。ね、まあ、一応ですね、まあ、他にもアタッカーもいるしですね、なんとか風化ゼノを少し使いたいなって方はですね突3なので、ね、虹プリを2個使っていただければなと思います。はい、多分5位。いや、デスコゼノさんはですね、ほんとね、さすが最終兵器ってわけでね、アタッカーとしてはですね、もう最強でございます。ほんとね、パーティーの魔物物理武器装備キャラのですね、基礎パラメータも上げてくれますしですね、しかもですね、そのね、与えるダメージまで増やしてくれます。しかもですね、まあ、パーティーのね、魔物キャラのかける 10% の、アタックも増えるということで、まあ、これはもうね、絶対突7でしょうって言いたいですが、まあ、ちょっとだけですね、まあまあ、待て待てって言いたいところがあって、まあ、やっぱね、魔物物理、キャラのパーティーとかですね、まあ、なんていうか魔物キャラの、ね、パーティーが組めないんであれば、そしてアタッカーが他にいるんであれば、絶対何が何でも7っていうわけじゃありませんが、7にした方がいいんですけど、まあね、他にアタッカーがいてね、魔物キャラをですね全然ねパーティーで組んでませんよとかですね、ちょっとねデバフとかねバフとかですねうまくいきませんよっていうんであれば、まあ、優先はしなくてもいいと思います。でもちろん突7は絶対ねいずれはしてほしいと思うんですけれど、なのでまあ4位っていう風になっております。ぜひね、魔物パーティーでですね、デスコゼノを組んだですね、パーティーが組めるんであれば、絶対突7はしてください。はい、続きまして、覚醒ロザリンゾーって、ごめんなさい、こちらが5位でした。間違えた。まず、今、ちょっと訂正。風化ゼノが4位で、デスコゼノが3位で、覚醒ロザリンド5位にしてください。ごめんなさい、間違えました。でですね、覚醒ロザリンドさんなんですけれど、正直言ってですね、マビリティの方を見るとですね、このパーティーの初期 SP15 にはですね、ものすごい皆さん助けられたと思うんですけれど、覚醒ロザリンドさんがですね、今ね、結構優秀なアタッカーが増えてきちゃったんで、まずね、覚ロザさんでですね、アタッカー決めますよっていう方がね、ほとんどいなくなってきたと思うんですよね。なので、まあ正直で突7とかで突5してですね、このね、与えるダメージ 50% とかもいらないんじゃないかなって思います。というかですね、覚醒ロザリンドさんがですね、昔ほどですね、最強っていう感じじゃなくなっちゃってるんですよね、残念ながら。10パーティーで組んでいますっていう方はもう全然おすすめなので、そしたらですね、そのまま程度突、でも7まで必要かな、まあ、能力のパラメータが 10% 減るのも結構でかいんですけどね、デバフのね。はい、まあ突5でもいいんじゃないかなって気もします。もし10パーティーを作るんであれば、でも10パーティー作りませんね、ちょっと使い道困ってますって方は全然優先じゃありません。そしてですね、第2位はもちろんこの方、魔王キリディアさんでございます。チャンプル先生出てきたんで、なおさら評価があったんですね、僕の中でですね。そして、まあ、拳パーティーの、まあ、基礎パラメータ上げていくんですけれど、もうやっぱね、この自分で、ね、ひさたた与えるダメージが 55%、 こちらひさたのメインのキャラクターなんで間違いないです。そして敵キャラを倒していたらスピードがアップする上で、そしてですね、さらにですね、まあ、敵が1体の場合に 100% のデバフがかかるということで、これはもう確実に突7してください。もういるならすぐ突7してくださいっていうぐらい、まあ、ね、素晴らしい新しいキャラクターになっております。まあ、いろんな最強キャラがフェスゲンが出てきている中でですね、本当ねキリディアさんだけはね色褪せることがないなってすっごく感じてます。とにかく S 単体も覚えるし、まあ、全体技もちゃんと覚えるし、しかもですね、この固定技ですよね、そちらの方がですね、まあ、こちらね、まあ、本編をね、知ってる方はですね、まあ、もちろんね、この技でしょうと思うんですけどね、この暴虐のレベリオとかでもめちゃくちゃやばいですよ、本当に。シンプルな2回攻撃なんでね。はい、キリディアが当たったよという方はぜひぜひですね、突7までね、虹プリ使っちゃってあげてください。そしてですね、まあ、ちょっとね、僕が持ってないんで入れないんですけどね、ライテラハールさんも僕の中では2位になっておりますがね、ちょっとパーティー組みにくいよってところがあるんですけど、そちらの方もですね、まあ、パーティーがうまく組めるんであればね、突7していただいていいと思います。なんかね、僕がいる中でね、第1位はもちろんこの方でね、超魔王ラハール、イエイ。はい、改めまして第1位、超ラハールさん、おめでとうございますてなわけでですね、いやもうとにかくね、なんでやりなんだってツッコミはあるんですけれど、本当に強いです、このキャラはですね。
まあ、僕自身がね、ニジプリをですね、まあね、今足りなくてね、5で終わっちゃってるんですけれど、このね、超魔王ラハールなんですけれど、槍装備の中でも最強アタッカーになりますし、もしですね、槍装備のパーティーが組めなかったとしてもですね、結構補助役としてもいけるんですよ。でもし万が一、いや私超魔王ラハールをですね、まあ、サブキャラとして使いますっていう方がいるんであれば、凸1のですね、まあ、パーティーの SP プラス7で十分だと思いますが、いややっぱね、バフを受けてる状態で当たるダメージ 65% とですね、槍のですね、クリティカル、あ、槍を装備したっていうなんで、もうほとんど超魔王ラハールは槍装備するのが当然なので、それをね、持った状態で、まあ、パーティーのクリティカルダメージ全員が 30% 増えるっていうのもほぼ無条件だと思います。はい、まあね、どうしてもね、槍パーティーがいないので、まあ、ラハールさんをですね、まあ、このね、補助役で使っていきますよっていう方がいたらですね、この超魔王の風格ですね、こちら本当ね、HP 以外の基礎パラメータ 20% と行動ゲージが自身で500増えるというむちゃくちゃ最強技になっておりますね。本当ね、こちらの技を使っていくだけでもね、十分使えるキャラだと思います。とまあね、まあそんなありえない話したんですけどね、普通に最強のアタッカーだと思います。ぜひね、槍を装備してですね、まあ、凸7までしてですね、バンバン進んでいただければなと思います。はい、というわけでですね、まあ、今回はですね、まあ、フェス限キャラ5体とですね、まあ、今のね、ガチャで回せるキャラクターの4体をですね、まあね、ニジプリね、どんなおすすめ度だっていうね、動画上げてみました。で、ぜひぜひね、ちょっとね、ランキングと言いながらですね、やりきれてないところもあるんですけどね、ぜひね、このね、動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで次の動画でまた会いましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。またね。